はい、どうも、ジョモチ TV です。今回もウィニングルヴァンプール2019やっていきましょう。ということで、今回ですね、はい、まあ、プレミアリーグ、アタッカートップ10ということで、まあ、今季のプレミアリーグで、まあ、アタッカーとしてトップ10に入る選手みたいなのを、専門のサッカーのメディアが、はい、まあ、決めたみたいな。うん、いうところで記事にね、書いてあったんで、はい、まあ、ちょっと作ってみようということでベスト、4から、はい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 、トップ10だとめちゃめちゃ多くてそんなアタッカーいらないってなって、ね、はい、トップ5がソン・フンミン、ソンさんで、トップ4が、サラ、サラ、トップ3マネ、マネで、ナンバー2が、アザール、アザール、そして1位がスターリンという結果だったんですけ ど、まあ、ソン・フンミンはちょっと調子が悪いんで、いいです、トップ4ということで、今回はね、このアタッカー陣を、いや、豪華です、まあ、プレミアで、今季のプレミアで一番良かったよみたいな感じで言われてたんで、まあスターリングだってめちゃめちゃ FP 来てたし、そうなんかね、考えてみればやっぱよく FP 来てるし、スターリング多かったよね。そうだから、あとはね、3名はもう優勝してるチームじゃん、優勝っていうか準優勝と優勝かっていうチームだし、あの、ね、得点王にもなってるし ね、あのサラーとバレンとか、だからまあそんなに異論はないのかなみたいな、まあないでしょうね。アザールもね、なんか今ちょっとレアル行くんじゃねえかとか言われてますけど、まあ、こう単純にこれで組んだら結構強そうだなと。いや強いですよ普通に、はい、監督はね、あのビコルドスサントスということで ね、まあ、こういうアタッカー陣をね、はい、興奮に使いたいときはこういう監督めちゃめちゃいいですね。あ、まあ、一応サブもこんな感じで連れていくんですけど、うん、まあ、でもソンさん5位ってよくよく考えたらめちゃめちゃすごいね。すごいよ、すごくない、うん、普通この次でしょ決勝までね、はい、残ってるしね、チャンピオンズリーグもね。すごいな、楽しみですけどね、うん、まあ、一応ビコロドサントスコストもですね510まで上げたんで、うん、5個ぐらいかな、使ったといった感じで、なんで上げないんだって来たんですけど、はい、高監督っていうか、ちょっと上げたい監督、そんなに真面目にチームって落ちないんで、1個の監督に集中して入れてたら、うん、まあ、ただただ入れてなかったと。まあ、でも、EJ リーグとかの試合やって、ある程度マネジメント派手に入ったんで、そうだね、まあ、これがこういう中堅的なコストの、はい、監督にも、結構入れていきたいなと、うん、いった感じですね。相手の人は、デンベレとかいて、ベイルが、そういうところですね、結構珍しい。ちょっといますね。ベイルね、今そんなに、コンディションもずっと C とかかなっていう感じだと思うんですけど、ね、まあ、こっちのちょっとマネとね、スターリングが1戦目ちょっと不調なんで、センターフォワードベイルも強力だからね、まあ、不調なんですが、うん、まあいけるでしょう。まあそうですね、でも、うん、C なんだよね、だからね、本案的にはね、今週ね、アザールとかいいんですけど、うん、今週のライブアップとかね、さあルイス・グスタボ、カルボハール、サウル、うん、アザール、サラーから、うん、素晴らしいマネですよね。この詰まった時にいける、なんていうの、ポンタ、うん、がすごいいい感じにやっぱり入りますね。もう全員、前のアタッカー陣は、やっぱ決定力があるから。決定力高いですね、一応。まあ多分、スターリング85とか。ああ、通常だからね。そこみんなもね、あくまで全員通常なんで、ね、ちょっと本枠で一人も持ってなかったんで。なるほど、なるほど。ポントだったら、ね、全部 FP とかしたらすごい豪華なんですけど。うん、さすがにそんなに引き良くなかった、うん、そうだね、それはね俺でも結構、ああでも、ま、サラーとかいないか、サラーいないっしょ、マネーもだって来てないもんね、アプリでね、マネーもアザールも当たってないよ、結局そう、アザールも当たってないから、いや、いいぞ、ここさあ、サラー、アザール、アザールなんだよね、一瞬でやっぱり早い瞬発、やっぱりね、FP で欲しかった部分ありますね、いや、欲しいよ、それはね、なんか週刊のやつがさ、終わったらさ、復刻 FP みたいなの出してくれると、いや、何かしらね、楽しかったりとかもするっちゃするけど、まあでもそうするともうそろそろウィニングルヴァン2020って話になってくるんで、そうなんですよね、まだそういう情報とかも出てないんですけどね、ということで、はい、前半はね、結構いい感じで2-0ですね、まあ、スターリングとマネが、ね、不調ですけど、まあ不調だとね、うん、まあ、ちょっと動き悪いけど、あ、なるほど、ゼフチョウはさすがに使えないです。あ、やっぱりソンさんいいなんで、うん、マジでゼフチョウになっちゃうんで、結構そうだね、入れなかったんですけど、入れなかったんですけど、ゼフチョウはさすがにきついんで、うん、さあ、ベイル、ベイルね、久々見ましたね、オンラインで、うん、そうだね、使ってる人珍しいというか、そんなにあんまり今いない感じがしますけど、さあ、サラ、アザール、貯めて、サラーから、うん、サウール、ニオーショーすごい、今あれ危ないよ、あれね、あれ危ない、首とかいっちゃうよ、あれね、あれはサラーがね、選択できてなかったと思うんだよね、あ、なるほど、無理やっちゃってるんですよ、あ、はいはいはい、さあ、アザールいいからサラー、ここでうわー、ね、足がよく伸びたね、もう一個惜しい、あれ疲れてる時にやつ絶対足つってたよ、ね、足つるタイプあと突然あれはね、大変っすからね、ピーンと行くとね、行ってしまうんだよね、あ
れは結構あるあるですね。痙攣絶対あれつるよね。アザールアザールのキックフェイントラボーナみたいになるんですよ、うん、マジオシャレ。さあマネからここマルセロ上がっていく。さあマルセロもね、おい攻撃的ですよ。マルセロ今週調子いいですからね。そうさあアザール軸足やってから粘る粘る粘って打ってく。あれ入んないんだよな。この角度はね、まあ、結構厳しい。あのズドンでも多分弾かれちゃうといった感じなんで、まああそこは普通に中に普通にねパス出した方がいいんですけど、うん、まあ、どうしても点決めたいっていうのがあるので打ちましたけど、まあ1戦目2対0ということで、うん、まあ不調だったからね、 それなりには頑張ったんじゃないかなっていう感じしますけど、そうそう、はい、ということで普通ですね、うん、まあサラーと、絶好調でアザレが好調と。あいつの方これ多分金スか。そうですね、フェランサントスで結構でも優秀な本当に金を集めましたよ的な感じで、オーウェン添えてみたいな。オーウェンと、まあ、リシャルリソンとかグスタボかなり優秀、申し分ない強さですね。まあ、普通に金の選手がめちゃめちゃ強かったりするんでね、まあ育つしね、やっぱりめちゃめちゃね、やっぱオーウェンとかはそうめちゃめちゃ強かった。 75? 75はえぐいっていうところがすごいのがいい。さあカルマホル展開していく。いいっすよ。スターリーこれ足の裏がね、うん、あそうそう、やっぱ発動するんだよね。出るんすよね。あのダッシュしてない時のなんか普通のドリルの時に出るよね。そうこれがめちゃくちゃいいなと思って、あの今まであんまり足裏コントロールってそんな注目しなかったんですけど、ちょこちょこちょこって出たりするんで、ボックス内で謎に発動して抜きますよね。そう、その時めっちゃいいよね。発動の時はまだそんな掴めてないんですけど、あれおおーっと飲んできた。さあこれはやってもうたなって、これね思ったより精神状態がやられる、うん、あれはもうボール蹴って落ちるところも読んでるんで、大体落ちたろうなみたいな、読み勝ちしたかなって言った感じですね。まあ、マネがね、うん、本当にチェイシングがあってすっごい使いやすいんで、動き出し早いもんね。サラー、スターリング、サラー、おっとここでバリウスに一回防がられていくけど、バリウス強い、グッサボ取っていく。さあサウール、いい、いい展開だ。アザール、おっとスターリング、サラー、素晴らしい。アザール、スターリング、サラー。サラー、FP 欲しかったな。まあ、だから感想が FP 欲しかったなしか出てこないんですけど。これね、本アカはマジで一人も来てないんで、ね、スターリングもね、あのサブアカだと来てて。結構来てるよ、ね。やっぱすごい強いっすよ。欲しいんですよ、ね。スターリングって言ったら2回来たもんね。うん。なかなかでもね、やっぱり当たんないですよ、ね。当たんないわ。そうね。まあでも本若はね、最後挽回した感はちょっとあるんですけど、ね、まあ、ただでも序盤来てなさすぎて、クラブセレクションだってまだそういうあのリーグワンとかのやつないでしょ。ありますからね、そういうのもちょっとリーグワン欲しいね。あ怖いよ、おーっとペロッチ、期待してるけど、ここ危ないぞ、おーよーしょ、大好き、ここからもあるリシャルリソンに、うおい、こうこうスカメと呼ばれてくるんですよね。やっぱこれが、ね、多分リシャルリソンのディフェンス選手とゴーラッシュの良さなのかなと。あそこアザール入んなかったもんね。そう、あと決めてくるんじゃない、しっかり突然のカットからは入るね、やっぱあそこはやっぱり、うん、蹴った方がいいですね。あの中途半端なちょっとクリアしたのが良くなかったかなというところですが、エディン・アザール、さあエディン・アザール一回キックフェイント入れて、うん、逃げる逃げる、中に入ってもう一回キックフェイント、もう一回、すごいじゃん、このラボーナみたいなね、バスケじゃん、強いんですよね、バスケみたいじゃん、よいしょ、バスケじゃん、よいしょ、ちょっと最後ねカクッとしましたけど、これさあのキックエンドがやっぱラボーナめっちゃ気持ちいいね、うん、やっちゃうね。あとそのアザールの場合やっぱりボールコントロールのドリブルがすごいいいんで、うん、結構そのインアウトのドリブルがあのめちゃめちゃいい感じにあの刺さるのかな。今ルーレットして出したんですよ、あのマルセロです、ね、素晴らしいじゃん、テクニシャンめちゃめちゃいいっすよ。さあここ裏抜けてちょっと戻って、サラめっちゃ今めっちゃ今溜めてたな。いや決めないかいというねこれ、うん、めっちゃ今引きつけようとしてたね、こい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 、なかなか出さないみたいな、いやもうダッシュしてなかったもんな、あいよね。さサラーからここアザール乗ってるぞ、アザールいいぞこれ、アザール、おーい、まだ行く、よいしょ、おおよいしょ、打てば何かが起こる、素晴らしい、打てば何かが起こる、まああそこでゴシャって入るみたいなこと結構あるからね。なんかね、アザールってか確定フェイントないじゃん、うん、だからなんか今までちょっと毛嫌いじゃないけど、まあ、俺ドリブルそんな怖い得意じゃないから、うん、やっぱなんか難しいのかなって感じがしたんですけど、おーすごい使ってきた、アザールね、めちゃくちゃ使いやすいっすよ、ね、やっぱり普通にサウル、アザールなんですけど、うん、なんかサイズとかわかる、キュキュっていうのがキュ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 ッとみたいな、すごい外したいい感じ、まあ、あのシュート
とかね。まあそうだね。いや、研究力がちょっと低くてね。FP だったらそれもクリアしてますから。そうなんですけど、ただね、あのドリブルに関しては本当に優しかったですね。あ、2018の時みんな使ってたじゃない、うん、19で、まあ、そこまで多くは見なくなったかなという感じなんですけど、ドリに関しては本当にやりやすいのかなというところですね。これキックフェンスとか織り交ぜながら、サラおいサラおーおーっとファールをもらえない。ローリングトルネードしてたけど今スライされていくんですけど、うん、ファールをもらえないといった感じなんですが、まあね、普通に結構アタッカーのいい部分出たのかなと。そうですね。言った感じですし、まあちょっと最後ね、ハイライトを見ていければいいかなと思うんですけど、まあこの1点目のシーンはね、うん、まあ、あれなので、特にあのアザールがね、ドリブルしたシーンとか良かったのかなと。さあ、ここ結構良かったですね。ここ1個スルーしてたんだな。うん、この3枚の関係性ではしっかりサラが決めていくというところですけど、まあなんかね、やっぱりドスサントス結構距離感いいですね、3トップ。なんか中に入ってきてる感じがすごいです、ね。要は緊急回避としてサイドが空いてて、あれをなんかうまく使える人だと、本当に強いんだろうなっていう。いや、すごいな。このゴールは気持ちよかったですね。あ、バスケでしたね、これ。キュッ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 みたいな。いや、本当アザールね、良かったかなと言った感じで、まあ、今回ですね、アタッカーランキング。ただ、そうですね、アタッカーランキングトップ10っていう記事が出てて、はい、まあ、その中のトップ4から、まあ、選んできたということで、いやでもこの選手たちが2020にどうなるか、絶対スターリングなんてさ、コンディション点で4なのよ、絶対来るでしょ2020。まあそういうのもめちゃくちゃ楽しみです、楽しみですね。そう、マネとかも楽しみです、うん、まあすでにね、あのアザールとサラに関してはもう雷ですけど、うん、まあ、今後どういうふった能力士になっていくのかっていう、そうだね、楽しみなんで、はい、また注目して見ていければいいかなというふうに思います。でしょー、サラボー。